動画をご覧の皆さん、こんにちは。趣味で動画を上げているもの、ルチョです。今回も DLC トレーラーの考察をしていきます。ついに今回は後回しにしていた DLC で最も重要なキャラの一人と考えられるメスメルの部分を中心に、残っているホームページの画像や残りのシーンを考察していきます。それでは行きましょう。ではまずは前回までの動画に新たについたコメントをフロム患者の皆さんと共有していきましょう。1個目はこちら。ちゃんとシャドウオブディエルドツリーと発音する投稿者に出会えた。まさかの場所での評価でしたね。私もあなたのコメントに出会えて嬉しいです。お次はこちら。投げナイフは新武器の投擲武器ですかね。ダクソ3のカラスバーのリベンジ的な実装でしょうか。あと壺投げてるのは鉄シリーズですということでした。カラスバ懐かしいですね。冷たく腐る絵画の世界が恋しいです。あと鉄シリーズ、最初はこんなんあったっけと思いましたが見つけました。いやー、こんなかっこいいのに今まで認知していなかったことがつらい。おかげさまで謎が1個解けました。ありがとうございます。続いてはこちら。前回共有した菊の紋章と竜とるつぼの金色についてのコメントの方ですね。金というと黄金樹由来と考えがちですが、そうとは限らないのですね。気になったことがあっても順序立てて整理するのが難しいので動画とても楽しいです。ということで、こんな風に言っていただけてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。他の患者の方々もね、はっきりしていないけど気になることとかあれば一緒に考えていきたいのでコメントに書き込んでくださいね。さあ、お次はこちら。この方も以前ツボハベルについてコメントくれてましたね。 PV の黄金の獅子舞とはマリギット、モーゴットのように2回戦うのではと思いました。獅子舞の中に2人のイミゴがいるので、1度目はマリギットのように正体を隠して獅子舞として戦い、2度目は獅子舞を脱いで正体を表し、中の2人とオンスモ戦のように戦うのではないでしょうか。仮に複数戦だとしたら、片方が死のブレス、もう片方が雷の祈祷の厄介なボスになりそうですね、ということでした。本編と過去作のオマージュを含んだ実にフロム愛のある考察ですね。いい。長くなりそうだったので動画では話してなかったんですが、自分も獅子舞のボス戦についてはこの方と似てる妄想をしてました。それがオンスモオマージュでもある無名の大パターンです。獅子舞段階の HP を削り切ると中のイミゴの片方が倒れ、倒れた方の力を得た強化されたもう片方と体力2ゲージ目の戦闘が始まるみたいなやつです。ただ言われてみれば、本編のモーゴット&モーグ兄弟はどちらもボスとして2回戦っているので、2回登場のボスの可能性の方が高い気がしてきましたね。最後はこちら。黒炎の黒は死のルーンとつながりがあると思っています。黄金が死のルーンを封じることで死ぬことが許されない永遠の黄金鏡になったわけですが、もともとあった死が溜まっている場所がDLC の舞台ではないでしょうか。またマレニアの腐敗は死ぬことで肉体が時間を経て腐ることで永遠に幼い時間の止まったミケラと対比になっている気がします。ということはミケラがやろうとしていることは時間の逆行であり、滅びた影の地の町や燃えた黄金樹も元通りになると妄想しています。いや、深い。もう深淵歩きのフロム患者が現れております。マレニアの腐敗とミケラの幼さを時間の進行と停止の対比と捉えているのは合点が行き過ぎて震え上がりましたね。時間の逆行という点でも未完成のミケラの針が効果を発揮する唯一の場所が時間が逆行した結果訪れることができる崩壊が停止、時間が止まっている場所、時の狭間、嵐の中心であるという点も合致していませんか。これはマジでヤバすぎる患者の到来でしたね。ちなみに黒と死のルーンについては実は今回の動画でちょっと触れる予定なので、そこで自分の妄想を踏まえて話していきますね。いや、めちゃめちゃ面白い、そして楽しい。こんないろんなコメントをね、書いたり読んだりして新たな発見ができるのって最高ですよね。他の方もぜひコメント書いてください。それでは今回の考察いきましょう。まずメスメルのシーンに行く前に、トレーラー映像には出てないけど公式ホームページで掲載されている画像をサクッと紹介&考察していきましょう。まずはこちら。極の怪物に騎士装備のアセビトが襲われている画像。持っている巨大な武器の作り自体は粗末で、出っ歯や顔のパーツは
狭間のアジンに近そうです。影の地に存在するアジンの親分といったところでしょうか。こいつの武器も親分同様ドロップ武器だとしたら、またドロップ率が渋そうですね。続いて不気味な森に佇む不気味なエネミー。一応頭以外は人の形を保っており、杖のようなもので体を支えています。足は沼に浸かっていてよく見えませんが、2本足で直立しているにしてはちょっと不自然ですよね。もしかしたら下半身はカーリアチュッパチャップスのような蛇状になっているかもしれません。ブラボのトラウマ、ホオズキを思わせる頭部に蛇の下半身が合体する生物、目の当たりにしたら絶叫する自信があります。またこの不気味な生物が一体何なのかに関しては一つ妄想考察があります。それは黄金樹における森人ポジがこの生物というものです。森人の服には彼らは黄金樹との古い契約により死してなお滅びぬ永遠の森人になったというとあり、花咲バージョンには背中に咲いた血色の花は古い契約そのほころびであるという、彼らはもう半ば木であるのかもしれないとあります。古い森人の契約によって不死となったが、その契約のほころびにより体が植物に変化しているというわけですね。この生物も契約でエイジュの不死と森人となったが、エイジュは焼けただれ、契約の影響で肉体が植物のように変化したと考えると一貫性が出てきますよね。同じようなものが作中ではもう一つ存在して、それがキノコ装備シリーズですね。赤い腐敗に心を奪われた者たちがその地に根付かんとする誠意や、かつて赤い腐敗に仕えた偉大なる王たちの王冠とあります。このように肉体が進歩対象に応じて変化する事例は割とあるんですよね。あと余談なんですが、森人装備のローブの留め具には太陽の衣装があるんです。これが影の地や意味と関わりがあるのか、まとまったら動画にします。もう一点、これは現実のホオズキの話になるんですけれども、ホオズキって白い花から赤い紙風船みたいな状態になった後、内側に種を残して紙風船だったところは網目状のスカスカな見た目になるんですよ。まあホオズキの画像はすぐ出てくるのでご自身で調べていただきたいんですけど、そのスカスカ状態のホオズキとこの生物の頭ってすごく似てませんか。なんなら花咲森人に生えてる羽は色こそ違いますが、現実のホオズキの花と形状は似ているし、血色の花は赤い紙風船状態を表しているとも捉えられませんか。これが現実のホオズキの種子のオマージュだとすると、いろいろつながってきて、まず種つながりだと聖杯瓶強化アイテムの黄金の種子や種子のタリスマンの形状はこいつの頭とそっくりですし、内側で光るオレンジ色の物体に関してだと、恵み雫のタリスマンには黄金樹の恵みたる雫、その受領の様を模したタリスマン、かつて恵みの雫は月ぬしたたりであったという、豊穣の時代けれどそれはごく短く黄金樹は信仰となっていったとあり、中央にはオレンジ色の雫が描かれています。加えて琥珀のメダリオンには、琥珀とは黄金樹の古い雫であり、最初のエルデのゴッドフレイの時代に特別な宝石として扱われた、それは生命の原始的な力を宿しているとされていて、琥珀イコール古い黄金樹の恵み雫イコールオレンジ色の雫と捉えれますよね。このオレンジ色の物体も黄金樹の琥珀と同一のものと考えられませんか。頭の形状は黄金樹の種子と酷似し、内部の種子部分にあるオレンジ色の塊は黄金樹の恵みと同じ琥珀色、またしてもエイジュイコール以前の黄金樹説が強まってきましたね。もしかしたら狭間の森人もゆくゆくは花咲からこの種子へと変化していくのかもしれません。ホームページ最後の画像はこちら、魔法の青い花が咲く森で風に揺らめく珍妙な生物。気の抜けた表情の顔面が何とも言えない趣を放っていますが、よく見ると繊毛のようなものがなびいていて5本指の腕も生えています。さすがフラムさん、絶妙に気持ち悪いですね。さらに真ん中のあたり、ひときわ白く光っている節のような箇所があります。この白い帯状の模様、地面に生息している細長い絶妙にキモい生物、患者でない皆さんももう分かりましたね。そうです、ミミズです。以前カーリアチュッパチャップスを考察した際にもミミズ頭のことを話題にしましたが、こいつこそがそのミミズたる部分なのでしょう。ただどういう経緯でこの魔法生物が頭にめり込み死の霧を吐かせるに至るのか全く分かりませんね。狭間の地中はゴッドフレイのムクロによって死で汚染されているので、
その結果死を吐き散らかす醜いミミズになり果てているとかなんでしょうか。何せよ情報が少ないので DLC で確認するしかないですね。フロム患者の皆さん、お待たせいたしました。トレーラー映像に戻ってやっとメスメルのシーンを考察していきましょう。まずは細い手足と赤い蛇が映り、右手の手のひらはくすぶっている場面。この時は声の感じや病的な獅子からダクソ3のロースリックを思い出してました。次のカットは以前もチラ見せしたシーン、右手から黒いもやを発生させ、その後死のルーンにも似た赤黒い炎が燃え上がります。ここで後ろにちらっと見える椅子はモーゴット戦開始時エルデの玉座にあった椅子と同じもので、メスメルは他のデミゴッドたちと同格の存在でありマリカの子とも呼ばれているとインタビューで語られています。なのでここのセリフ、母は本当にオータルを託したのかの母はほぼほぼマリカのことだと考えて問題ないでしょうね。その後メスメルの全身が映し出され、右手の炎はさらに巨大に燃え上がり、同時に黒いもやも枝状に広がっています。このシーン、トレーラーではサイトやエフェクトの関係でちょっと見えづらいんですが、同じ瞬間の画像がホームページにあるのでそちらをご覧ください。いや、非常に見やすい上に書き込みと解像度がやばいです。これを見てもやはり炎は意図的に黒っぽく描かれていますよね。鎧の衣装は翼と鱗のような感じでしょうか。兜は微妙に左右非対称になっていて、トレーラーでは見えませんでしたが、蛇の頭が上下に2つついていますね。初見では横の黒い翼のようなものも鎧の衣装だと思っていたのですが、よく見ると赤い蛇から直接生えているので、これも意味るつぼを宿した蛇のようです。ただこの翼は竜のような背中から生えている翼ではなく、コウモリなどの腕や手が翼になった種類の見た目をしています。体の両端に頭がある相当で、コウモリのような羽が生えている蛇ということで、おそらく元ネタはアンフィスバエナだと思われます。蛇ともドラゴンともされている伝説の生物なので、フロムの大好物と言えますね。また赤い蛇というと、以前ちらっと話に出した堕落調光子装備も気になります。前掛けには黄金城を表す白い衣装の周りに舌を出した赤い蛇のようなものが巻きついており、その前掛けの刺繍は黄金城を呪っている衣装のようです。また蛇つながりだと、当主の兜には蛇は黄金城の反逆者であるとされ、人々はその傷つく様を喜んだとあるので、蛇は黄金城にとって忌むべき存在だということがわかります。まだ妄想になるんですが、影の地を攻め落とした後にメスメルが何らかの理由で黄金樹に牙を剥いた結果、蛇が反逆者という忌むべき存在になったのか、もしくはラダゴンの赤髪同様に赤蛇は打ち倒した勢力から受けてしまった呪いのようなものだとすると、忌むべき存在だった蛇を宿してしまった呪われたデミゴッドの存在を隠すために影の仕事をベールで秘匿したという説もあるかもしれません。左手に持つ槍のお尻側の衣装は黄金樹系の屋根の衣装や寄付騎士の槍、ツリースピアなどに系統は似てますが、微妙に違っていますかね。穂先は揺らめく炎のような形状でくすぶっているようにも見えます。そして皆さん見てください、刀でいう羽ばきのあたりに黒い石があります。黒い石、黒曜石といえば神狩りの繊維。こうなってくると一部のフロム患者の方々が、神狩りの繊維といえば神肌勢力ってことは、メスメルは宵目の女王の勢力、やっぱりマリカは宵目の女王ですねと考えるかもしれませんが、個人的にはまだ断言できないと考えています。もろもろの細かい話は省略しますが、宵目のテーマカラーは紫です。神肌の装備も黒曜石ではなく紫色のブリーチの方が明らかにメインですよね。では黒や黒曜石は何を表すのかというと、運命の死、神殺しの力の象徴だと考えています。一番わかりやすいところだとマリケスですね。彼は全身真っ黒だし、武器にも黒曜石が埋め込まれていますが、宵目の女王を倒した側ですよね。黒は神をも殺せる運命の死の力の象徴ではあるものの、それはイコール宵目ではなく、当時は宵目の女王も運命の死の力を持っていた、だから黒や黒曜石の衣装を使っているだけだと考えています。なのでこの場合はメスメルも運命の死の力を持っていたからこそエイジを焼けた
という認識くらいになるんではないでしょうか。全然話は変わるんですけど、この槍の色味や質感、つば部分の触台みたいな形状とかがどこかモーグウィンの清掃と同じ雰囲気を感じてしまうんですよね。もしかしたらこれも外なる神と交信する祭具の役割を持っているのかもしれませんね。このシーンの最後はいつも通り背景の細かい話なんですが、メスメルの後ろ何やら石像が見えませんか。この石像実はマリカの像ではないかと考えています。膨らんでいる布部分やそこに描かれている紋章、二の腕に紐の装飾をつけている点などが狭間のマリカの像と一致しますよね。そしてこのマリカ像は赤ん坊のような何かを抱いているように見えます。ここからは妄想成分 100% でお送りしますが、この抱かれている赤子がメスメルだとしたら、母の思惑で生まれ母の願いを叶えるために戦い、母から影の稚児と秘匿される、見捨てられた今でさえ母への愛と母から愛されたいという感情を捨てきれず、母の意思を確かめるためにも祝福を持たぬ汗人の前に立ちふさがる、そんなメスメルの悲しい生い立ちを妄想してしまいました。狭間におけるモーゴットの思想とも近いので突拍子もなくはないのかなと思います。ただこうしてメスメルをモーゴットポジと考えてしまうと、彼はモーゴットと同様にラスボスじゃない可能性が出てくるので、 DLC でのサプライズラスボスみたいなのもあるのかもしれません。エルデの獣みたいなのはやめてください、お願いします。シーンは進んでメスメルの顔のアップ、腕輪の衣装が細かく見えるんですが、本編で似たものが見つからなかったのでこれはちょっと何とも言えないですね。一目や黄色く蛇のような瞳孔、左目はつぶってしまっているので確認はできません。一部では左目が閉じられているのはメリナと同じと言われており、自分も関係あるかもと思っているんですが、先ほども言ったようにこの兜って左右非対称なんですよね。影の血の戦いの中でメスメルは左目を失った、その際に兜の左側が破損しその後に修復したので兜は非対称になっているとかだったらちょっと面白いかなと妄想しています。あと何より気になるのはメスメルが赤髪であることです。ラダゴの登場は巨人戦争の後だと自分は考察しているので、メスメルがラダゴンとマリカの子供だと時系列がちょっとおかしくなるんですよね。ただ名前の法則的には頭文字が M でマリカ由来の子供であることには間違いないと考えられます。父親のポジションはやはり巨人関連のキャラなのかと非常に気になるところです。あとこのシーンのセリフ、光なき者などには、特に解説することもないと思いますが汗人のことですね。目から黄金の光が汗たことを光なき者と言っているのでしょう。ということで今回はここまで。本当は最後まで行こうと思ったんですけど、メスメルの後半部分を一緒にやっちゃうと動画時間が30分近くなりそうな気がしたので一旦区切ろうと思います。今回の動画面白いと思っていただいた方は、次回の動画もまた1週間以内に頑張って作るのでそちらの方も見てください。最後までご視聴ありがとうございました。良い子は寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。